マリのバーチャル博多っ子、マイズルヨカトです。みんな聞いてくれ。なんかね、バーチャル福岡にね、バリスゴお知らせが届いたと。プチロルズフェスっていうとが月で開催されるんやって。バッテン、コンチケット試練場乗り越えんともらえんらしい。福岡発祥のチロルチョコのイベントですよ。行きたいっちゃけどさー、ダメかな、勝手に行ったら入れんかな。会場付きらしいけん交通手段厳しいか。で、福岡空港からはロケット出とらんけど、久留米でさ、ロケットの部品開発しとったりするけんさ、それで。うわー、ミルクくんやん。ズルしようとしようのバレた。マジ？ね、よかとできる？そのまま連れてってくれん？刺さっとる刺さっとる、バレなく文字はみ出とります。わかった、やるやる、慎んでお受けいたします。あー、簡単なのがよかね。よかとへの試練は何ですか？あー、松尾製菓の工場に。確かに普通のチロルチョコと製造工程違うやろうね。楽勝やん。よっしゃ、今から行ってくるけん。そしたらプチロルズフェス連れてってばい。レッツゴー。というわけで、久々にチロルチョコが作られてる工場、松尾製菓さんのところにやってきたばい。チロルチョコの開発販売は秋葉原の本社でやっとって、日本での製造は福岡の田川にある松尾製菓株式会社でやっとるっていうのはミルクくんたちももちろん知っとるか。ちょっとよかった、はよ月行き体験爆速で見学させてもらってくるわ。お久しぶりでーす。早速ですが、プチロルはこのような工程で製造されております。一つずつ見ていこう。テンパリングとは超音のこと。この機械の中でチョコレートの温度を調整しとるんやって。ちなみに、コンチョコバ流し込む作業を見れるとは結構レア。ラッキー。プチロルのイチゴバ作りよるところやね。一滴も残さず使い切るために丁寧に注いでいく職人技。思わず息を飲んでしまうね。充填。次に、温度調整したチョコをモールドっていう型に注いでいくわい。こちらは左から、単品販売チロルのモールド、プチロルのモールド、袋販売チロルのモールドバイ。プチロルは通常サイズの約24分の1の大きさやけん、モールドも近っ端仕切られとるね。タッピング。ここでは充填したモールドに近っ端振動ば与えて、チョコの空気ば抜いていくとよ。とっても大事な作業。よかとの声が伝わらんくらいでかい振動音やったよ。こげん感じ。続いて、巻き取り。ここで余分なチョコば巻き取っていくばい。見て、巻き取られたチョコが、あー、チョコ温泉、もうすでに美味しそうや。滝行がコンチョコやったらバリ最高じゃね。さらにこの先へ流れて次の工程へ。冷却。
度の中で約30分冷やしてチョコバ固めていくばい。特別にここ開けてくれた、嬉しかバーリオカ匂いのした。ちなみにこん中はコゲーンして流れていくんやって。美形、ここも開けてくださった。秘密が詰まっとこん右側で冷やしたチョコバーハンマーで叩いてモールドから離していくばい。この白い板は樹脂板で、この上にチョコが落ちてくる形やね。離されたチョコバー愛情の手作業でギュッギュッとして、シュッシュッシャッってして、ここに流して検品をして箱に詰めていきます。ここまでは工場の1階で行われております。今後は手作業でチョコたちは一旦箱に詰めてパッケージする2階に運んでいくばい。プチロルズフェス、お月見ドキドキハプニング。混合、ここでミルクとイチゴのチョコバ混ぜ合わせていくと、うわーテンション上がる。うわー見て、またラッキー、ちょうどチョコ入れるところ見れた。このように混ぜ合わせられた大量のプチロルたちは機械で上に登っていった後、このバーリかっこいい機械で 20g に分けられていきます。どげんしくみっちゃろ。パッケージング、分けられたプチロルたちが袋に詰められていきます。ロールがカットされていきよるね。そうそう、パッケージのロールも見てみて、あはバリかわいい。ちなみに今現在プチロルのパッケージは5種類あります。集めたくなるね。そしてカットされたチョコたちはこのように流れていき、あーこれよかったの、ここ好きポイントです。最後は手作業で箱に詰められて全国へ羽ばたいていくとです。こげん感じでプチロルは作られておりました。通常のチロルチョコの製造工程はもちろんご存知かもしれんばってん、ミルクくんたちもし知らんかったらこちらの動画はチェックしてばい。よかとはチロルチョコ工場見学プロやけんね。案内してくださった工場の皆さんありがとうございました。でおかげでプチロルズフェスに参加できそうやね。ミルクくん、これで分かったやろ、工場ってすごかよね。よし、じゃぜひよかとにチケットば。どげんしたと、なんでん聞いて、え、なんてだってよかとはチロルチョコ工場見学プロだけんね。うん、え？100袋！こうしてよかとは追加ミッションで100袋分のプチロルを数えることになってしもうた。物を数えるとは水筒ばってん、100袋とか無理や！そこでよかとは強力な助っ人ば呼び出した。チロルチョコの社員さん、広報担当いつもありがとう川崎さんと、デザイン担当内職が大得意な石島さん、このお二人とよかとと3人でプチロル100袋ミルクとイチゴ数えていくばい。ミルクくんからの追加ミッションにもかかわらずすぐさま100袋のプチロルば用意してもろうた。樹脂バンバ並べて、ついに我々の戦いが始まってしもうた。なんせ全員初めてのことなので、どうやってやっていいか試行錯誤していきます。いちごが18、チョコが26じゃん。はい、音楽が聴くみたいで面白い。単純に綺麗かもしれない。立派な歌が。すごい性格が出る気がする。10で隙間開けたら食べる。あ、なるほど。毎回なんか記憶力が試されてる感じが。忘れたってことかもしれない。両方でまとめてますよ。
むしろ全然黙々と親に報告しよう最近は趣味食べちゃうお昼休憩で初めて松尾製菓さんの社員食堂へ潜入。ただでさえ普段入ることのない、しかも食堂というものにワクワク。こげん感じやった。定食が3つあって小鉢ば選べたよ。ゆかとはサバの味噌煮定食ばいただいた。しっかり味噌味噌しとってバリうま。川崎さんはぶっかけそばで、石島さんはハンバーグ定食。お二人とも美味しそうやったな。ごちそうさまでした。よし、お腹も満たされたし、気合い入れて数えるばい。
なんかあの自由に操作していって潜入していくタイプのすげえ大事件とかをやられてる。なんか私服で普通になんかで他はみんな刑事っぽいけどでも元気な感じみたいな特務課みたいなところに入ってる人みたいな。はい、ミルク22、イチゴ22でお願いします。はい、楽しくなってるやろ。そう、結婚ありました。おすげえ、結婚なんかそうそう、すごい今ちゃんと芸術結婚してる。もうこれ結局メンタリー的なドラマチックな最後泣くかも。泣いちゃう。はい、うわすごい一夫多妻制だ。お母さんのところめっちゃ結婚してる。西島さんが1列ずつやってやりました。あ、そうそうだ。いくつもの日々を越えて。お、じゃあミルクが26、はい、イチゴが50、15、20、25、27。おお、すごい、ありがとうございます。100袋を数え終わりました。やった、すごい、すごい。川崎さんいつもありがとうございます。そして石島さんはじめまして。プチロル100袋あった合計が出ましたので、川崎さんから発表をお願いします。はい、100袋あったところ、4431袋、はい、入っておりまして、ミルクが2221、おお、イチゴが2210、おお、というわけでミルクが50.12%、 おいちごが 49.88% となっております。約 50%。 おお、すげえ比率でなっております。なってます、ね。